さあ、これは一体何のこの企業ロゴなんでしょうかっていうか、まあ、後ろ見たらわかるっていうか、タイトル見たらわかりますね。サムネ見てもわかる。今回は、この VTuber とかの間でよく流行っている、今流行りの最新のゲームをね、やっていこうと思います。フォールガイズです。どうも、アザラシです。フォールガイズってね、いやー、やりたかった。 やりたくてやりたくて仕方なくて、今入れた。もう初見プレイになりますね。もう何も右も左もわからない。そういう状況でやっていこうと思います。まあ、スーパーマグネチック牛乳でね、鳴らした俺なら、初見プレイでも、まあ優勝できるんじゃないかなと思ってます。皆さんプレイが下手すぎますわ。俺ぐらいのゲーム濃度になってくるとね、ゲームでも多分ね、いいとこいけるんじゃないかなと勝手に思ってますけどね。どうしよう。結構面白いね。色が、色っていうかその、キャラの色とか、キャラメイクとかこうやってやるんだね。どうするかな。スイカっぽいのがいいな。黄色面積を増やしたい。これかな。フェイスとかも選べるっぽいけど、まあ今の段階では、だんだん増えていくのかな。こっちかな。はい。これでいきましょう。バックはエスケープ。まだ操作もおぼつかないですけども。おわ、こうやって、やり込めばいろんな、スキンが増えていくっていう感じなんですね。お金で買えたりもするのかな？リアルマネーで。それもわからないね。ふんふんふん。あ、シーズン1。ああ、なんかこのシーズンによっては、シーズンが進むとだんだん衣装増えてきたりするのかもしれない。面白いですね。やり込み要素あり。あ、買える。はあ。これがリアルマネーのお金かな？それでいろいろ増やせるみたいな感じなんでしょうか。クドスって、これが通貨かな？ゲーム内通貨。こっちがなんかこう、お金払わずに買えるやつみたいな感じでしょうかね。しかも時間によってこう変わるんだ、アイテムが。面白いな、このゲーム。で、コントローラーじゃなくてキーボードでやります。キーボードでやるので、まあ、設定はこういう感じですね。グラブとかもある。グラブ、ダイブ。DAWS で動くんだから普通のあれですね。キーボードの、アークとかの操作と同じパターンですね。ジャンプでスペース、コントロールでダイブ。グラブは握るかな。上矢印がちょっとどれのことかよくわかんないけど。どれのことなんだ、これ。これ何なんだろうな。シフトだね。シフトですね。シフトとコントロールで2つ操作ができるっぽいです。まあ、OK でしょう。まあ。グラフィックの設定はまあ、とりあえず、ハイにしておきますけども。カクついてダメだったら、取り直しでやるかもしれないし、やらないかもしれないです。大したパソコンのスペックじゃないんですけど、大丈夫なんでしょうかね。やっていきましょう。初見プレイなんで、もう一回やったらもう取り直しできませんな。入ったらもう取り直しできない。おほほほほ。ここカットしない。ここカットしない勇気。Waiting for players. How to play. Dizzy hates って書いてますね。Dizzy って何なんだろう。Dizzy。あ、一応動きますね、ちゃんと。アークじゃ、カクつく俺のパソコンも。このフォールガイズだ、なんとかなるっぽい。行くぜ。あ、でもちょっとカクつくかな。 あー、なるほどね。余裕だわ。ザ子供が。烏合の衆だな、こやつら。あ、いけた。普通にいけた。よいしょーい。グラブとかそういう風な。下落ちた方が早いまであるんじゃないか。そんなことはないか。あー、滑る。あー、滑る。よいしょー。ほいしょー。ほいっとー。よいしょ。厳しいかな？ギリギリかな？
よし。まあ第一ステージはいけたね。本当にね、スーパーマグネチックニューニュー似てる。これがコントローラーだったらスーパーマグネチックニューニューだけど、まあ、アークとかの操作と同じっていう、キーボードでやるとこんな感じだよね。アークとかの操作と同じ。ほんとね、なんか、スーパーマグネチックニューニューが、リンで転生してきたみたいな。そんな感想を持ってるの俺だけだよ。スーパーマグネチックニューニューガチ勢。チーム戦とかがちょっと厳しいな。ちょっとあんまり人と協力するの得意じゃないか。チーム戦が多分鬼門になってくると思う。ああ、まだ。ヒットパレード。How to play。ねえ、ナビゲート、ザ・オブ、オブジェ、ああ、読み切れなかった。まあ、このゲームがね、配信向けじゃない、動画投稿者向けじゃないってのも、重々承知してるんだけど。まあ、しょうがないな。そうかもしょうがない。この棒の上を走る、まあ余裕っすね。余裕っすね、言いながら落ちとる。落ちとるんよ。いいな、ウィンナーのあれみたいなの。ウィンナーのあれみたいな、いいな。これはまあ、どうだろうね。なんかみんなワシャワシャ言ってるから、その後についていってるって感じだな。あ、ちょっと行かして。あー、こういうのなんかあるよね。Wii にそういうゲームあるよね。間に合うかな、これ。間に合わん気がするね。だいぶ。あ、間に合わん。間に合わないな。でもまあ今のはプレイングに落ち度はないね。うん。精一杯のプレイをした中で、結構上に行けないっていうのが分かった。初回プレイはまあこんなところで。これで終わりにしてもいいけど、もう一回だけやろうかな。終われないよ。エスケープボタンかな。さあ、二回目のプレイやっていきましょう。さあ、やっていきましょう。初回プレイはね、まあ、2ステージ目止まりだったんで、2回目のプレイではその先に行けたらいいな。そんなことを思っておりますが、これはドアをぶっ壊して前に進んでクリアするやつですね。まあ、総勢60人で競ってるけど、そのうちの41人がクリアできると。ほら。あ、ジャンプすんのか？これはちょっと後ろから行けば普通に行けそうだけどな。あ、ちょっと後ろに行きすぎたかな。一番端がいいんじゃないかな。違うな。あ、行けた。行けるじゃないか。これで、ちょっと皆さんちょっと邪魔ですよ。ちょっと配信を。配信を意識してる方たちもいるのかもしれない。ちょっと厳しいかな。厳しいかな。よいしょー。オッケー。こうやってる中にも配信者とかいたりするのかもしれないって思うと怖いよね。ただまあ、パソコン版でやってるんでね。どうなのかな。パソコンの方があれかな。配信者とかに会う可能性あるね。混じってくる可能性があるね。てててん。もっと衣装増やしてえな。アザラシっぽい感じの衣装欲しいな。楽しいな、これ。もっと流行れ。もっと流行れ。これはなんだろう。ギッコンバッタンみたいなシーソーになるみたいな感じで先を目指す。シーソーってもう思いっきり書いてあるね、左に。左下に。ワン、ゼロー。まあ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 。人の流れについていけば、なんとかならんこともないか。なんとかなるんじゃないかな。うわっ！え、最初からひどっ。最初からはひどい。もう、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 
再開。余裕の再開。こっから巻き返せるとは思えんな。あなた何してんの？いい感じ、いい感じ、いい感じ。だからこれじゃちょっとダメだからこっちかな。てっ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 て。よいしょい。こっちかな。あ、きつい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 。あー、これはなかなか。運要素も絡むし、結構プレイングも大事っていう感じですね。みんないるとそっち行けないよ。みんな行けないよ。みんなは行けないよ。あ、あばばばばば、ブブブ。ちょっと苦手かも、これ。でも、これこそスーパーマグネチック入入感があるといえばあるね。焦らない、焦らない。焦ると失敗するから焦らない、焦らない。まあ、もうゴールできるかどうかはちょっと怪しいけどね。やるだけやってみよう。そこのパイナップルくん、やるだけやろう。行けるところまで行ってみよう。こっちよ、こっちよ。俺が道を作る、俺が道を作る。あいか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 。そう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 。あと二人無理じゃねえか。また負けた。悔しいけど仕方がない。第二ステージ止まりだ。結構難しいっすわ。うん、1位になるのはなかなか、1位っていうか結構最終ステージまで行くのですらなかなか難しいゲームですわ、これは。あー、ダメだった。ウェープ。これ行きたいけどね。ダメだ。ダメだ。はい、6回目のプレイです。6回目。6回目だがね、なかなか上に行かねえんですわ。ですわ。優勝への道は限りなく遠い。はい、戦闘中、戦闘ではないな。あのハトポッポが。よし。あのハトポッポが、いらんことをしなければ。あー、よいしょ。そのトリケラトプスみたいなやつ。結構やり込んでるね、あなた。しかし優勝は俺のものだ。今回優勝が見えてる。おお、おお、これは一人独走体制が敷かれてるね。よいしょ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 。焦らない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 。そこのパイナップルがいい、いい動き、いい、いい働きしてる。よし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 、俺が1位だ。イエーイ。これは慣れたもんよ。パーフェクトマッチ。あ、電光掲示板に、これに表示されたイラストボードの上にいれば落ちないってやつか。人の上にいればいいんだよね。はい。オレンジとブドウ。オレンジとブドウ。まあ、オレンジがブドウのとこにいればいいんでしょ。で、ここに表示されるのが、どっちかで。オレンジに言えばいいんだ。ここでいいんだ。うん。これはね、他の人の配信で見た。さくらんぼぶどう、バナナ、スイカ。スイカ、ぶどう、さくらんぼ、バナナ。スイカ、ぶどう、さくらんぼ、バナナ。スイカ、ぶどう、さくらんぼ、バナナ。スイカ、ブドウ、こうだな。これさ、落とせないのか。
スイ、ん？サクランボリンゴ、サクランボリンゴ、サクランボリンゴ、サクマンゴリンゴオレンジバナナ、サクランボリンゴオレンジバナナ、ここかな、ここだね。おい、これ最後まで、オッケー。これはあの人のいるところにいたら残れるね。3人しか落ちとらん。このゲームなくせ。ロールアウト。ムービングビトゥイン、ローテ、ローテ、ローティングリングスとアボイドフォーリングイントゥザスライム。スライムの海に落ちないように回るロールの上を生き残れってやつだ。これも結構あれじゃない？案外なんとかなるんじゃないかな。なんとかならないかな。あ、狭っ。これ狭っ。ここ狭いわ。てててててー。てててててー。まあ、大丈夫そうだな、これは。うぅ、危ない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 。あ、狭い狭い狭い。そこにいたらみんな死んじゃうんじゃないか。オッケーオッケー。この黄色のとこ、危ないかな。この黄色のとこ平和だな。そうでもない。あと7人。あと7人。人引っ張れるの面白いね。人引っ張れるの面白いけど。あー、残りたいな。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 よよ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 よっと、あと2人、あと2人、あと2人。よし、どんなもんよ、どんなもんよ。残りあと何人だろう。あと21人。あれ、もっと落ちた気がしたけどね。もっと落ちた気がしたけどね。てんてんてん。一番今までで進みましたね。ジャンプクラブ。あー。これは、この回るバーをかわしながら、最後まで生き残るってやつか。イントゥスライム。下はもうスライムなんですね。9人。エリミネイテッド。制限9人。はい。動かざること、山のことし、静かなること、林のことし。このバーが、のスピードが変わってくると、少し慌てるかな。動かざること、山のことし。これまずいんじゃないかな。よいしょ。緑のバーとのスピードの差がだんだん出てきたな。ここまで。